は日本及びアメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士。東京都出身。TMI 総合法律事務所所属。一橋大学大学院法学研究科教授。明治の芸君、岩倉智美の六代目の子孫である。日本における代表的な M&A 弁護士の一人。租税法や知的財産法をめぐる訴訟も多く手がける。抗議税務訴訟。 ブルドックソース事件、水保ホールディングスの設立、水保証券と、新興証券の合併、水保証券を代理して、ジェイコム株大量誤発注事件による、東京証券取引所に対する損害賠償請求、キャノンのカートリッジ訴訟、三菱ウェルファーマと、田辺製薬の合併、 サーベラスによる、西ブホールディングスに対する TOB のサーベラス、側代理人など数々の著名な案件で活躍する。大学で教弁を取るほか、講演活動やメディアでの発言も多い。ネット法の提言でも知られる。2005年、第1東京弁護士会により懲戒処分を受ける。その理由は、懲戒請求者から土地購入、指導に、ガス管工事を、 自分はしたが、他の共有者は拒否、誹謗中傷ビラを配布というものであった。2014年、再度日本弁護士連合会より、懲戒処分を受ける。その理由は、事故が関係をしている、訴訟の第一審判決について、自ら及び同僚弁護士が記載した、同判決への批評記事を、出版社に働きかけて匿名、または、編集部名義で、 法律雑誌に掲載させ、あたかも第三者が記載した、批評記事であるかのように偽って、記事を掲載させるとともに、同記事を同訴訟における、控訴状に引用して、裁判官にあたかも第三者が記載した、批評記事であることを前提とした、主張立証活動をしようとした。というものである。2019年、日本弁護士連合会より、懲戒処分を受ける。 その理由は、妻との離婚訴訟に先立って行われた、離婚調停の記述で、妻と妻の代理人だった、弁護士が、調停委員に対してなしたとする、彼が妻を、一方的に攻撃し自分は、悪くないというメールを長女に送付したという発言が、虚偽の発言であり、名誉毀損に当たるとして、その発言の基本的部分が事実に基づくものである、ことを知りながら、 懲戒制度を乱用する意図を持って、離婚訴訟継続中に、妻の代理人だった、弁護士を相手とする懲戒請求を行ったという、ものである。ありがとうございます。